クレシダは天皇星の第9衛星である。クレシダは1986年1月9日にボイジャー2号が撮影した画像の中からボイジャーの画像解析チームによって発見された。発見は同年1月16日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S1986U3 というカリフ号が与えられた。 その後1988年6月8日に、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、トロイ・ラスト・クレシダに登場するトロイの神官、カルカスの娘にちなんで命名された。また、ユーラネス9という確定番号が与えられた。ボイジャー2号が撮影した画像の中では、クレシダ長軸を天皇星の方へ向けた細長い物体として映っていた。 クレシダの長軸と短軸の比率は0.8プラスマイナス0.3と非常に細長い形状をしていることが分かっている。また、表面は灰色である。測定されたアルベドは0.08と低く、表面は C 型小惑星に見られるような暗く編成していない炭素豊富な物質に覆われている可能性がある。クレシダは、速攻的特徴や軌道要素がよく似たビアンか。 デズデモーナ、ジュリエット、ロザリンド、ポーシャ、キューピット、ベリンダ、ペルディータとともに、ポーシャ軍を形成している。クレシダの軌道は、天皇星の艦の一つである、イータ間との3、2の軌道共鳴に近い。クレシダの重力が、イータ間の形状に引き起こす上乱から、クレシダの質量が測定されており、1017kg と推定されている。この質量とサイズをもとに、 平均密度は0.86プラスマイナス0.16グラムマイリッポーセンチメートルと推定されている。天皇星の小型の衛星のうち、質量が直接測定されているのはクレシダのみである。クレシダを含む内側の衛星のいくつかは、長期的には軌道が不安定であることが示されており、クレシダは今後400万から1億年のうちにデズデモウナと、 衝突する可能性があることが指摘されている。ありがとうございます。